ハゲた頭はもう手遅れ、 B 型なんでそこはご了承、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は日曜日ということで、クリスマス終わりましたですね。お休み最終日ですか。結構もう皆さんもうお休み入ってますよね。はい、ムカつく。はい、お疲れ様でございます。今日のこちらの方面はですね、はい、気温がやっぱりギャーンと下がりましたですね。朝、なんですか、布団からやっぱ出れなかったですね、寒くて。寒かった。窓際のね、植物たちも、さすがにちょっと、まあ、日差しはね、結構ストーリーで上げましたけど、当たってるんですけど、気温はかなり下がってますんで、もうちょっと水をね、やるのはちょっと、控える状況になってきましたですね。寒い。とにかく寒い。今、今日も相変わらずザマミロでーすなんですけど、はい、仕事向かっております。外のメダカちゃんたち、バケツって言ったらいいですかね、バケツもちょっとこう表面が、水面の表面がちょっと氷できてましたね。それもストーリーであげたんですけど、もうメダカちゃんたちはもうそこの方に行ってましたね。寒いっすねー。もうあれですもんね、東北とか北海道の方はもう思いっきり降ってましたね。もう積もってる感じで。まあでもなんかね、東北の方とか北海道の方って、今こんな感じかーって、今年まだやなーとか、多分そんな感じのコメントというか、してましたよね。あれ、雪かきをね、毎日してない感じのはね、まあ当たり前なんでしょうけど、きつかろうねーと思うもん。やっぱね、九州とかそういう雪かきをする経験とかもないし、家の屋根ですか、屋根の上にあんだけのね、大量な雪が積もることがまずないですしね。今年の頭ですね、こっちも結構雪降った方だったんですけど、いやー全然やっぱ日にならんですよね。だからやっぱね、今年どうなるね、来年はまた来年頭からまた雪が降るとかね、なんかそんな感じがしますよね。はい、ということですね。さて、今日朝ですね、バンクシャの吉野さんがまた向かってましたね。また鳥人間なりに行ってるんでしょうね。はい、アクティブよね、あの人はね。はい、今はもう植物というよりも、はい、鳥人間になりに行くのね。ゴープロせんのかいな、あの人。そのためにカメラ買うたのにね。まあいいんですけど、また多分誰かがストーリー上げるんじゃないでしょうかね。はい、今日は滑っておりますみたいなね。はい、まあ、ぜひ楽しみにしておきたいなとかって思うんですけど、ちょっとパラッと雪降ってますね。寒くなるな。まあでもね、まあ大したことない方ですよね。そう思います。もう車ガラガラですね。さすがにもうみんな、日曜日やけんですね。もう仕事休みはないかなとかと思います。昨日ですね、ライブ結構なんか立ち上がってましたよね。サボシマさんもなんかいっぱいサボテン出してましたしね。であとは若さん、そう、若さんのブフ、ウサギのね、ストーリーを上げられる方も、なんかチラッとされてました。ちょっと顔出せなかったんですけど、はい。優作さんもしてたよね、確かね。クリスマスということで、皆さんですね。で、土曜日ということもあるので、はい。大にぎわいだったですね。すごいなぁ。いやー、しかしもう、ちょっとこう、去年どうやったかなぁ、どんなポストしたかいなとか思いながらですね、意外と、今年はあまり激しく絡まず、淡々と、はい、年末が今近づいてきてる状況ですかね。なんか寒いよね、ほんと、そんな感じで思います。
なんか沖縄あまり見てない、あのポストあまり見てないからネタがないということで、ワンキモソゲ面白くない、ただでさ面白くないのにネタがなかったらもっと面白くないという感じで、はい。だからね、寒くなるとやっぱなんかこう声も出にくくなりますよね。だからテンション自分で夏の時に比べればやっぱちょっと寒いから上がってないのよ、わかるしですね。はい、やっと車のゲージが上がりましたね。ちょっとヒーター入れますね。ちょっと復活させますんで、はい。ですね。昨日まクリスマスですね。晩飯はなんか豚の生姜焼きみたいなやつですね。クリスマスイブの時だけだったんですかね。クリスマス気分はですね。はい。まあこの年になってクリスマスいや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 言うことはないですからね、ということなんですけどね。はい。あとは、そうですね。和歌山の兄貴がゴルフコンペですか。まあ、最後って言ったんですかね。今年最後のゴルフ大会みたいなの行ってみて、初優勝されてたみたいですね。はい。おめでとうございますってですね。はい。クリスマスにゴルフか。すごいな。大変ですよね。はい。なんか接待とか言ってね、そうやって行くのも大変ですよね。なんかね、仕事も大変でしょうけど。はい。最近のキングさんもあんまりちょっと元気じゃないですね。あんまりこうポストがあんまり見かけないんですけど、ポツポツと。あとパカさんもね。で、あとマッサラビーチさんの方に、いつも下がっておりますということで、マッサさんが挙げた、何ですか、絵はですね、私もちろん描いたんですけど、あれグラキリスやったんですね。はい。で、あれ、多分ね、初めて描いたじゃないですかね、あの人に。はい。で、その絵が好きっていうことで、ああ、そうなんや。ということで、じゃあもう、じゃあ一番好きな絵を送ってやろうっていうことで、あれを送ったんですけどね。ちょっとでかいですけどね。A2 版？うん。A4 とかあれですか。A2 版なんで結構でかいんですね。まあ、ちょっと小ぶりなのが欲しければですね、すずりでお買い求めください。スズリはね、結構、なんですか、A4 とかあるからですね、ちっちゃいのがいいかもしれないですね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、もう全然ネタがありませんので、サクッと今日は終わりましょうかね。はい、じゃあこの続きは YouTube で。バキコキさんのブラキー。はい、パキパキさんのもやき、やっとガッキーです。はい、お疲れ様です。車の方もですね、水温計上がってきましたので、暖房も引き出してきました。なかなか口がまめらんでずっと話しておりますが、はい、いかがでしょうか。今日が26ですよね。7、8、9、10、11、あと5日、5日で終わりですよ、今年。今年何しましたかね。やっぱ結局は何かこう、まあ、目標とか嫌ですか、目標っていうのも目的ですね。これをやりたいって言ったのをまず何個かバーッとやっぱこう作って、それをじゃあいつまでにって言って期限決めて、でじゃあ今日何するよっていう話でやっていかんと、やっぱなかなか人と行動せんですよね。はい、まあ、私も今これずっとやってますけど、目的は何？みんなを笑わせたいけど、笑わせることもできてない可能性がやっぱかなり高いからですね。まあ、とりあえず継続というところだけで今つながってるようなもんなので、いやもうほんとピタッとやめたら、もうほんと多分もう、ね、おーいって感じでやっぱ帰ってこない状態になると思うからですね。まあね、ライブもなかなか難しいですよ。で、こっちが1時間ライブしようと思っても、1時間じゃ、まあ、ほぼほぼ終わりません。まあ、一人でね、ベラベラこう喋っていって、勝手にブザッと切ったら1時間で終わりでしたけど、まあ、そこで参加しますって言ってから来られたりすると、いやー、何時間するとよっていうぐらいね、やっぱ、あれですもんね。だから、さむしまさんの方はね、なんかもう、ずーっと、なんかすごいよね。もうなんか、サボシマさんと生活してるような感覚っすよね、あのライブはね。
販売するけど、なんかあのサボシマさん家に行ってこうなんか喋るみたいな感じですよね。なんか本当そんな感じがするよね。さあ年末年始はどんな風にするんでしょうね。なんかするじゃないですか。なんかね、お年玉やれとか言ってもう やるよとかな。いやあんまちょっと見てないですけど。なかなかね、先立つものがないからね、参加してもね、ガヤしかできないんで悪いなって思うしですね。なかなか難しいよね。そんな感じで思います。さあ、また、もうちょっと頑張らないかんですね、私はね。私は31日までバリバリ。で、1回か、そうか、水曜日はとりあえずお休み1回いただくので、そこで、いろいろ仕上げていかないかんですね。ちょっと待たせてあるとこもありますんで、ほんと入れとかいな。タキポキさんグッズなんですけどね。はい、まあ別に年明けになってもええですかねって感じなんですけど、今すぐ欲しいってそんなないと死ぬばっていうわけじゃないでしょうから、まあじっくり待ってくださいよって、はい、そんな感じで思っておりますが、はい、さて、じゃあ明日は月曜日ですね。さあ皆さんどうなんですかね。仕事も終わって休み入ってるんですかね。今年はどうなんですか。コロナがとかって今言ってますけど、今も結構移動できるんですかね。いろいろ帰省とかどうなんだろうか。バランもね、急激に冷えたらやっぱそのコロナが猛威を振るいそうな感じもしますからね。はい、まあ、くれぐれも気をつけて、頑張っていきましょう。はい、じゃあ明日は月曜日ということで、私バリバリ仕事ですが、皆さんお休みだったらゆっくり休まれてください。はい、じゃあ今日はこれで以上です。お疲れ様です。てってにじー。